はい、皆さんこんにちは、ドライブです。今回もあつ森実況やっていきたいと思います。で、今回何するのかはちょっと狸地のとこ行って聞いてみようと思います。狸地、一人住民増えましたね。ちょっと動画外で何をすればいい。お、それじゃプロジェクト K の最後のお仕事について説明させてもらうだも。島の中と外両方からの評判を集められるようになった今、やるべきことはとにもかくにも評判アップなんだも。島の評判は静江さんに取りまとめてもらってるから、最新の情報は彼女に聞いてみてね。具体的な評判アップのためのアドバイスは静江さんの方が的確だと思うけど、簡単に言うと移住者を増やしつつ島の景観を整えて、ヨーグルトを最高に魅力的な場所にするんだも。インフラ整備はもちろん植物や家具で島の景観をいい感じに整えていこうね。それじゃよろしくだなも。で、外に家具とか置きまくった方がいいってことか。アンドライブさんこんにちは。そうそう、たぬきさんからお聞きになった通り、今私の方で島の評判について取りまとめさせていただいているんです。詳しいことはまたご説明しますので、ぜひ島の評判をお尋ねください。これで島の評判、早速島の評判のことを気にかけてくださりありがとうございます。ではまず島の評判のシステムについてご説明しておきますね。ヨーグルトの評判は島の内外の方の声を無作為に集めたもので、5段階の評価となっています。評判を高めるためには発展度、自然、魅力の3つのバランスが重要になります。住民の数や施設、インフラの充実度、程よく手入れされた自然環境に美しく飾られた景観、そういった環境が整うとおのずと評判も上がるはずですよ。ちなみに今の時点での評判は一つ星です。一つ星ひっくまだまだ今後の成長に期待されている状況です。具体的に寄せられたご感想の例を読み上げますと、私だけが密かに注目している存在、急に有名になると寂しいですよね。だからみんなには内緒です。とのことで、どういう意味？この方はある意味喜んでおられますが、住民が少なかったり話題性がないと評判が得られないんですよね。何よりこちらに届くご感想もこの方からばかりなんです。この方には申し訳ないですが、評判を上げるためにはまず住民を増やして、もっと声を集めるのが良いと思います。住民を増やすには、この島のどこかに売り土地を設けて、移住してくれる方を募集する必要があります。売り土地の確保を希望される場合は、たぬきさんのカウンターでインフラ整備についてご相談くださいね。以上になります。また、島の評判を聞きなりたいときは、お気軽にお聞かせください。ちなみに他に何かご相談はありません。とりあえず、インフラ整備やっていった方がいいってことか。インフラ。今ならこういう相談に乗れるけど、具体的な何かこういう希望？土地を売り出す。橋や坂の相談。区画整理がしたい。土地売ろうぜ。新しい住宅の土地、売り土地を探し切るだもんね。手数料1万ミリいただく代わり、引っ越しが決まれば契約のお礼としてマイルを増やさせていただいてるけど、売り土地を探してきてくれるだもん。探しますよ。手数料1万円。ハウジングキータドライブさんの荷物に入れておくからね。はい、どうも。坂とかもつくか。これで橋や坂の。新しくなったヨーグルト案内所では移住のプランのオプションコースとして追加の橋や坂の設置を受け付けているだろうも。大掛かりな工事が必要で費用も高額だけど、島のみんなで寄付で支払ってもらえるから持ち合わせがなくても安心して相談しね。ただし一度に進められる工事は橋も坂も合わせて1件だけだから、相談は計画的にお願いするだろうも。とりあえず坂を作る？いや、橋は架けよう。もう新しい橋越しいのかな。橋が架かれば川を挟んだ土地の行き来がとっても楽になるだろうも。好きな橋を選んでね。和風橋かっこいいな。22万8000。これでいいわ。赤いわ。お願いします。
箸予定キット OK。 じゃあ行ってくる。箸を立てて土地を売る。あ、なんや、むしゃみを持っていなかった。はい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 、この辺に箸をかけて、まあ、いつでもね撤去できるらしい、ね、とりあえず今は進めるためにいろいろ設備をつけていこう。もしもしドライブさん、たぬきちだろ、なんで俺の電話番号知ってるんや。そうか、こいつからもらったんか。赤い和風の橋を建てるのに良さそうな場所見つかったかな。いいとこあったよ。もうそれは良かったな。もそれで工事のための募金のことだけど、キットと一緒に設置してくれたハニワくんが担当してくれるだろう。ちまのみんなでちょっとずつ設置費用を募金してもらって目標額に達したら工事を始めるだろう。もちろんドライブさん自身がっつり寄付してくれてもいいからね。そうしないとなかなか集まらないし。一曲俺やないか。ともかく設置費用を寄付するときはハニワくんまでよろしくだろう。とりあえずこんにちはでございまひー。ただいま赤岩風の橋のため募金をしておりまひー。目標22万8000ベルに向けて現在0ベルの寄付が集まっておりまひー。目標まであと22万8000ベル1ベルから受け付けておりますのでおりまひのでご協力よろしくお願いいたしまひー。協力者もう出せるだけ出すよ。募金するご協力ありがとうございましたひー。まひた、よし、じゃあこれでさらに3万ベルやったかな。お、9万4000ベルやこれラッキー。もう箸転生できんで、よいしょー、協力者イエーイ、完成を楽しみにお待ちくださいまひ。やった、化けの大きな金額になった。全部俺や、一人寄付や。俺9万4000ベル埋めててんな、知らん間に。全然記憶いなかった。卵のメッセージボトル頼む、まだ持ってない。レシピ来い。持ってる。赤い風船や。さあ、あれ。よいしょ。よいしょ。さあ、中身は。コイン鍋と持ってる、それ財布にしまう。どうしようかな。5万ベルでいっか、5万ベル見てみよう。5万ベル埋めまーす。よいしょ。あれ？もしかしたら5万ベルの木ができると。あれ、お財布にしまう。君は塩からと思うか。で、家を建てなあかんから
せっかくここに橋できるし、この辺に建てるか。どうしよう、この辺建てようか。決めます。これもいつでも場所は変えるらしいんで、とりあえず今はまだね、島のなんかいろいろ工事できるらしいんで、そのタイミングで全部一回変えようかなって感じですね。とりあえず今はとりあえず適当に作っていき、後からどん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 この島を改造していきたい。とりあえず今はストーリーを進めることが目標や。やってきたよ、おいたぬき。ダイブさん、どうもどうも。こちら建築相談カウントだの。あれ、畑系ライブ計画プロジェクト系も最後の詰めの段階も来てるだの。オッケー、畑系さんの曲の日を修復集も忘れずにってあると。今はいっか。とりあえず何をしたらいいんや。橋できた。橋は1回だけって言われたから、とりあえず立つまで待って、で家売った、住民来るの待って、ほんでどうしようかな。雑草か、雑草とか抜かなあかんのか。で外に家具もいっぱい OK ってことやろ。雑草生えてるのがこの上のゾーンやねんな。ここ生えてない、この上は生えてなさそうやね。ちょっと前通るよ、ここの雑草全部抜いてしまおうか。いや、雑草のとこはいっか、動画界でやろう。まあ今日中には全部いろいろとできるかな、景観上げれるかな。じゃあひたすら景観を上げることが仕事で、かいでかいでかい。ラックバスっぽいけど、こいつは釣りたい。めっちゃでかない？気のせい。ブラックバスでした。もう川魚には期待せん。よっしゃ、こんなもんかな。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。いや、とりあえず今回橋を建てて、橋を建て、まだ建ててないけど、お金払い切って、で土地を1個売ったんで、こっからどんどん島の景観を上げていって、多分5段階評価の5になったトタケケのライブが始まって、とりあえずストーリー終わりからって感じなんで、とりあえず動画界で頑張ってトタケケライブ開催あたりに動画1本撮ろうかなと思います。それまで頑張ります、早めにできるように頑張ります。ということで今回は、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思った方、高評価、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。 Twitter もやってます、フォローの方お願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録や高評価ボタンを押してくれるとめっちゃ励みになるんで、ぜひよろしくお願いします。他にもいろいろ動画を上げているので、そちらも見てください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。